クナの最後。現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦で注目したいのはスクナの最後。陣外魔境新宿決戦もついに決着。スクナが虎杖の手によって破れ、浦梅も後を追うように彦呪法で自殺。そんな二人の真意と最後を虎杖や賢者と絡めながら徹底考察します。ということで今回はスクナと浦梅の真意と最後について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で第268話を見た方への内容になりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。陣外魔境新宿決戦が決着し、呪いの王スクナは虎杖の手によって倒され、浦梅もスクナの消滅を感づくとすぐさま自殺。こうしてですね、陣外魔境新宿決戦にてスクナ、浦梅、賢者という平安の猛者たちが全員倒されたことで、無事現代の術師、つまり光線組が完全勝利したんです。第268話、虎杖、伏黒、釘崎が揃い、無事大団円を迎え、あとはお骨板の精子や崩壊した日本の情勢、五条悟亡き後の呪術界について残り3話で語られ、エピローグ、後日談的な内容になると思うんですが、一旦皆さん待ってください。スクナ、浦梅、賢者、そして天元などの呪術全盛の平安時代周りについてはまだまだ謎が残っています。例えばスクナが呪術化した理由、スクナが天使から打天と呼ばれて命を狙われていた理由、賢者が友と語った天元との関係など、完結まで残り3話しかないとなると、この後本格的に長々と、例えばですね、開局玉折戦のように平安時代の過去編が描かれることはまずありえません。つまりこれらの謎は残り3話で少しだけ触れられるか、またはですね、外部作品、例えばファンブックの第2弾などでもしかしたら明かされるかもという扱いでしょう。よって陣外魔境新宿決戦に決着がつき、ついに倒されたスクナと浦梅について、最新話付近で明かされた彼らの情報をもとに、結局スクナと浦梅の真意は何だったのか、スクナと虎杖の因縁の関係にどう決着がついたのか、物語を補完するような形で徹底的に考察したいと思います。まず結局スクナはどんなキャラだったのか、過去の作中描写からスクナの性格、価値観についてまとめたいと思います。群れとしての人間、群れとしての呪い、寄り合いで自らの価値を測るから皆弱く矮小になっていく、お前は焼き尽くすべきだったのだ、打算も計画もなく手当たり次第。遡ること第116話、上古の死に際に第265話で触れられた重力でつながる現象により上古と対話をしたスクナ。ここではスクナは呪霊を人間の地位にしたい上古が、その目的を達成するため五条悟を封印したり渋谷事変を起こしたりするなど、さまざまな策略や打算を練って動いていたことに苦言を呈しています。つまりスクナとしては呪霊であるジョーゴ、マヒト、花見、ダゴンたちが徒党を組んで賢者と協力するのではなく、呪霊の本能の赴く通り全てを焼き尽くすべきだったと助言。術師や呪霊、強者としての地平すら超越するのは圧倒的な事故、他を顧みない災い。第181話、ウロタカコが言及していたように、他を顧みないで自分のエゴを突き通した生き方はまさしく平安時代のスクナそのもの。つまりスクナは渋谷にてジョーゴに対し、自分のように笑顔を通して好き勝手生きた方が良かったと呪霊のあり方を説いていたんです。これは言い換えればスクナの性格、快不快のみが生きる指針であるというですね、強者としての生き方をジョーゴに説いていたということ。これらのことからスクナは圧倒的実力で他を蹂躙し、自分のエゴや欲求を突き通し、周りと慣れ合うことなくですね、孤高に生きる存在、このようにして生きていたことが推測できます。つつけばたちまち崩れてしまう生き物が、長く幸福でありたいなどどうして口にできる、貴様らは身の竹にあった不幸を生涯噛みつぶしていればいいのだ。またスクナは強者としての価値観を持ち合わせるとともに、自分以外の弱者に対しても思うところがあり、弱者は弱者らしく不幸を噛みしめろと、まるで弱いのが全て悪く、弱い生き物には全て価値がないという絶対的な強者らしい傲慢な価値観を持っています。ありえん話だが、負けたならば死んだも同然。またヨロズ戦で分かるように、敗北イコール死であると認識、そして鹿島戦から分かる通り、愛や人の尊さを全て理解した上でそれをくだらないと吐き捨てる。以上よりスクナの価値観、人間像をまとめると、自分の回復世界だけを生きる指針にして、エゴを突き通す生き方をしている、他人と習うことを好かず孤高に生きる、弱い命は不幸になって当然、敗北イコール死であり負けたら価値はない、愛や命の尊さを本質的に理解できない、このように平安時代に並び立つ者がいなかった、圧倒的な強者、呪いの王としての特殊な価値観を持っているゆえに、人間を虫と見下し、自らはそこと違うというプライドがあったのでしょう。ではスクナの価値観や人間性が分かった上で、そんなスクナと対極の存在とも呼べる虎杖とスクナの関係性について、物語当初からスクナとの決着がついた第268話までどんな変化を遂げたのか見ていきます。
物語序盤から中盤にかけての虎杖と宿儺の関係をまとめます。お前はつまらんな。まず宿儺から虎杖に抱いていた感情ですが、終始一貫してつまらないと評価し、器としての性能が高いことは奇妙に思ってましたが、自分を閉じ込める檻として邪魔な存在、見下す相手でしかなかった。虎杖のことも小僧と呼び、これは虎杖の術師としての力が未熟なので、成熟していないという意味での小僧という意味、つまり名前を覚え呼ぶ価値もない存在としてしか認識していなかったんです。ああそうか、こいつらはどこまで行っても呪いなんだ。対して虎杖から宿儺への感情ですが、時代大伝編や吉野純平の件を得て、虎杖は宿儺のことを理解し合えない呪いと認識、以後は宿儺のことを完全に拒絶してますよね。死んでやるよ。さらに渋谷での大量虐殺を得て、天使が宿儺を狙っていることを知った時には、自分もろとも宿儺と死ぬという判断をする決意を固めてますし、さらに伏黒が宿儺に受肉された時には、虎杖の宿儺への憎悪は計り知れないほど膨らんでた。では次に陣外魔境新宿決戦最中での虎杖と宿儺の関係です。まず宿儺から虎杖にですね、感情の変化があったんですけども、つまらないという根本的な評価の低さは変わらないんですが、虎杖と同じ肉体に魂を共存させていたことで、宿儺の虎杖に対する感情や考えも変化していたんです。それが判明したのが第248話での宿儺の独白。少しは楽しめそうだ。だがなぜ俺は苛立っている。宿儺にとって他者は死ぬまでの暇つぶしでしかなく、自分に歯向かってくる強者を倒すことで人生の暇を埋める生き方をしていましたので、暇つぶしのおもちゃである他者が強いことは宿儺にとって余興が湧くことにつながります。ですから見下していた虎杖が反転術式を習得し強くなっていることは、宿儺にとっても少しは嬉しいことのはず。にもかかわらず強くなった虎杖を見て嫌悪感や苛立ちを感じる。この感情の矛盾には、宿儺が今回かなり自己分析をしており、ようやく宿儺が虎杖になぜイラついたのか分かってきたので、まずは宿儺の独白の中からポイントだけ引用したいと思います。同じ肉体に魂を同居させていた。俺はこいつが、こいつの魂が何度折っても息を吹き返す百節不当の魂を持っていると知っている。俺よりもはるか格下の弱者が理想を貫く意志の強さでのみ俺と並ぶことを知ってしまった。俺はそれがどうしようもなく不愉快なのだ。そう、宿儺は本来弱者のことをですね、分かるはずもないと思い、虫けらのような存在として見下し、何を考えているか理解したいとも思っていなかったんですが、虎杖友人に受肉し、彼の考えや行動、彼自身の中で体験したことで弱者の立場を自分のものとして理解してしまった。その上で虎杖友人という弱者が折れない理想を持っていることを、少年院での事件や渋谷事変を通して嫌というほど体験してしまったので、こと意志の強さという点においては、宿儺は虎杖友人に並ばれているのがとてつもなく嫌だったんです。そしてまた別の側面もあり、宿儺は強者であるがゆえに高い理想を持てない存在、よって宿儺自身が決して持ち得ない高い理想を持った人間が嫌いだった。1000年間生きてきた呪いの宿儺は、今初めて虎杖友人という弱者に対し嫌悪感という強い感情を抱くに至ったんです。このように虎杖のことを終始見下していた宿儺が、ここに来て虎杖の魂と意志の強さのみは本物であると認めたんです。この時感じた怒りゆえに、宿儺はですね、光線組を滅ぼし賢者の意志を継ぐことを決めてますので、陣外魔境新宿決戦にて初めて宿儺は虎杖を自分と戦うに値する敵であると認めたんです。対して陣外魔境新宿決戦中での虎杖から宿儺についての感情の変化ですが、自分の身を犠牲にしても宿儺を倒すという宿儺への絶対的な殺意は変わりませんが、第250話にて宿儺のことを一番強い術師と認め、少しだけ憎悪という感情に揺らぎが生じている。物語当初から続くこの虎杖の宿儺への絶対的な憎悪が決定的に変化したのは、やっぱり265話。そうだ宿儺、俺はお前を殺せる。虎杖が領域を展開し、宿儺を必中術式の回で殺せる。そんな宿儺の生殺与奪の権利を握ったことで、虎杖はようやく宿儺と対話できる機会を作ったんです。そこで虎杖はですね、術師としての数々の辛い経験を得たことで生まれた自分の価値観と人生観を宿儺に語った。人間には役割はなく、万物のうちは全て尊いと悟った価値観を語り、宿儺が虎杖の中に戻り共存する道を提案したんですが、宿儺は拒絶。ここで虎杖の宿儺への感情は憎悪よりも哀れみに変化していることが語られます。つまり先ほど語った宿儺の愛や命の尊さを本質的に理解できないという価値観に対し、かわいそうな生き方だと説き、これから自分に倒される宿儺にせめてもの情けをかけたんです。これを受け宿儺はブチギレ、結局最後まで宿儺の呪いとしての生き方と虎杖の引き戸としての対極の生き方が交わることはなく、二人は分かり合えずに終わりましたよね。
では第268話で虎杖が宿儺に勝利し、2人の因縁に決着がついた最終的な関係についてまとめます。虎杖勇士、なめるなよ、俺は呪いだぞ。宿儺から虎杖にですね、共に生きようという虎杖の再びの情けを最後の最後、死ぬ間際になっても宿儺は拒絶。死ぬのを恐れてしぶしぶ再び虎杖の中に戻ることはなく、最後まで呪いとしての生き方を貫いたんです。また今まで小僧と呼んでいたのに、最後はですね、宿儺は虎杖勇士というフルネームで呼んでます。宿儺は自分が認めた相手はフルネームで呼ぶという癖があって、例えば第248話時点では凶霊のガキと呼んでいた乙骨が、第261話で五条の体を乗っ取って現れた時には乙骨ユタとフルネームで呼んでます。このように最終的に自分を倒した虎杖を、魂や意志の強さだけではなく実力面でも認めたがゆえに、虎杖のことを小僧呼びせずフルネームで呼んだんです。つまり宿儺は虎杖の魂と意志の強さのみならず実力も認め、同じ肉体に同居していた経験から虎杖の考えや姿勢感価値観をも全て理解し、最後まで虎杖と分かり合えることはなかった。対して虎杖から宿儺についてですが、虎杖も虎杖で最後まで万物の命に価値があるという思想を曲げず、宿儺ですらも最後の最後まで慈悲をかけてた。宿儺、お前は俺だ。知らず知らずに呪いを背負って生まれて、どんな化け物になるかは運次第だった。出生過程で双子の片割れを取り込まなければ、自分まで飢えて死んでしまうほど過酷な環境下にいて、強大な呪い術師としての力を持って生まれてしまった宿儺に、虎杖和助のような信頼できる他者がいれば宿儺も呪いにならなかったのではないかとですね、虎杖は自分と重ね合わせ宿儺を受け入れて、宿儺と共に虎杖は一緒に生きようとしていました。このようにですね、2人の関係性を振り返ると、虎杖は最終的に宿儺に寄り添おうとしたんですが、宿儺は自分の呪いとしての生き方に固執、最後まで分かり合うことはなかったものの、何かしら奇妙なつながりがある2人だったと思われますよね。続いて宿儺が呪物化した理由です。第268話、死に際に伏黒を落としてまで生きようとしていたことから、宿儺でさえも死ぬことを恐れていた。このことから宿儺が呪物化して時を経った理由の一つは、単純に死にたくなかった、死ぬのが怖かったからでしょう。そして呪物化して時を渡った二つ目の理由が、平安時代にやることがなくなったからです。宿儺は平安時代に術師として呪術の猛者たちと総力戦を行い、これを完全に蹴散らしていますよね。よって宿儺としては、平安時代で目星い強者たちを軒並み相手にして倒したので、宿儺の暇を潰せる相手がいなかった。そんな時に賢者から呪物化の提案を受けた。なぜなら賢者側からしても、宿儺をですね、仲間に引き込むのは大きなメリットがあるからです。まず賢者の目的についてまとめます。賢者の目的は日本人と天元の超重複同化の達成であり、その動機は知的好奇心であることが判明しています。ここで注目したいのは賢者の思想について。賢者は人間や呪力の可能性を追求し、自分が面白いと思ったことを何としてでも実現してみたいというですね、好奇心で生きている人物です。そして天元との超重複同化の動機は、賢者自身の知的好奇心を満たすためというのが一番の理由ですが、その裏の目的として宿儺を面白がらせるという目的もあったと推測できます。そして宿儺は力以外の序列はつまらないと言っているように、宿儺の価値観は強さ絶対主義であり、強い者にはそれなりの敬意を払いますが、弱者に対しては気にも留めませんでした。そんな強さの身が絶対的な価値観である宿儺を、自分の計画に協力させるためには宿儺の強さを超える何かを作り、宿儺を楽しませなければならないことになります。よって賢者は呪力や人間の可能性を追求するため、1億人の呪力をはらんだ呪霊や宿儺の器となる存在を作り上げることを約束に、宿儺を呪物化させ自分自身の目的と協力。宿儺側も平安でやることがなくなったので、暇を潰すために賢者と呪物化の契約を結び、時を渡り現代に来た。そもそも宿儺は先ほど話した通り、己の深い深いの身が生きる真の唯我独尊な性格よって、呪物化に深い理由はなく、自分が不快な死から逃れるため、自分が暇つぶしできる強者すなわち快楽を求めるために呪物化したと考えても、宿儺の性格や価値観と矛盾はしません。裏目は宿儺が倒されると同時に自らの首を氷結させ自殺。だから終わりだ、もう意味がない。当たり前のように宿儺の後を追い自殺したことから、裏目は本当にただ宿儺の横に付き従いたいからということの身が生きる意味だったのでしょう。つまり裏目にあるのは宿儺への尊敬であり、盲目的とも呼べるほど宿儺への忠誠心が強かった。ではなぜ宿儺をこれだけ付き従っているのか、そこには裏目の隠された秘密が関わってくるんです。ファンブックによると、裏目は1000年前からがっつりと宿儺と付き合いがある。美味しい料理が作れるという理由で宿儺の隣に立つことが許された。裏目は人を料理する才能に長けていて、その才能を宿儺に認められた。このように明かされています。これらの情報から裏目の過去と宿儺への異常な忠誠心に対し、ある程度予測ができます。まず人を料理するという裏目の才能ですが、これは到底まともな人間なら受け入れられるはずがありません。平安時代においても人肉食、つまりカニバリズムが一般的に行われていたなどの史実はなく、料理人として人を調理できる裏目は当然人々から煙たがられていて排斥されていたと思われます。そして裏目
は術師としても平安の猛者と遜色ないレベルなので、そんな猛者である裏目が表立っていじめられていたとは考えづらく、どこかで人として扱われなかった化け物のように扱われていたという疎外感があったのではないかと予測します。そこで宿儺が現れ、宿儺は圧倒的な術師としての実力を持ち、かつ自分の人を調理できる才を手放しで絶賛してくれた。そのため裏目は自分と同じく化け物扱いされ恐れられていた宿儺に親近感を感じるとともに、自分を初めて認めてくれたことでですね、初めて生きがいを感じ、以後宿儺に奉仕するようになった。こんな過去があるとすれば、宿儺に対し絶対の忠誠を誓う理由がわかります。この裏目と宿儺の関係性に近いと言えるのが、ゲトウスグルとミミコナナコの関係性です。ミミコとナナコは呪霊による被害を一方的に彼女たちの力のせいにされ、術師としての力を恐れていた非術師たちにですね、監禁されてましたよね。そして裏目は術師として強く、ミミコとナナコのケースほどひどくですね、いじめられていたということはなく、とはいえシチュエーション的には似たようなものです。つまりミミコナナコのように排斥され、ゲトウだけが助けてくれたように、裏目もですね、宿儺だけが裏目自身の存在と力を認めてくれたので、一生ですね、宿儺に付き従う覚悟を裏目は決めた。こんな過去があると考察します。いずれにせよ、宿儺と裏目は最後まで呪い人界としての生き方を貫き死んでった。これだけ深く過去のことが考えられるくらいには敵ながら非常に奥行きのある2人でしたし、いつかそのバックボーンについて外伝やファンブックなどで余すことなく明かされてほしいですよね。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。